横須賀総武快速線 E235 系の製造が再開しました。JR 東日本は今日7日 E235 系千番台 F14 編成を鎌倉車両センターへ配給輸送しました。E235 系千番台は E217 系を置き換えるため2020年12月に横須賀総武快速線などでデビューした車両です。これまで 基本編成、増血編成が、各13編成、製造されました。しかし、E131 系や東急2020系の製造にシフトするため、昨年6月18日の F13 編成の出場分を持ち、製造が休止していました。今日7日に配給輸送された F14 編成からは、車両用信号円管の搭載が省略されるなど、一部仕様が変更されました。 JR 東日本は、基本編成51編成、増結編成46編成の合計745両を新造する予定で、2024年から2025年をめどに導入完了を目指しています。これで、4月7日の KAB ニュースを終わります。